皆さんこんにちは、こんばんは。俺だけはまともくんツッコミチャンネルです。皆さんからお寄せいただいたツッコミを発表していく参加型の YouTube チャンネルです。早速いきましょう。今回のお題はこちら、まともくんと同じ髪型にしてください。 YouTube を見てるみんなもツッコんでみよう。では視聴者のツッコミを発表します。まともくんと同じ髪型にしてください。まともくんと同じって字の方かよ。予想外すぎる。まともくんと同じ髪型にしてください。今の毛の量じゃ無理だろ。まともくん意外と髪長いからね。まともくんと同じ髪型にしてください。一部ハゲてね。まともくんと同じ髪型にしてください。アイデンティティの欠如。もうトゲルとは呼べないね。まともくんと同じ髪型にしてください。まさかチョキで切る気じゃないだろうな。校長ならやりかねない。まともくんと同じ髪型にしてください。なんで爆弾あるんだよ。校長がアフロな理由って。まともくんと同じ髪型にしてください。校長はいつ美容師になったんだよ。校長多才だよね。まともくんと同じ髪型にしてください。横にある醤油とボンドは使うなよ。大惨事一直線。まともくんと同じ髪型にしてください。いくら初心者でも腹にステッカー貼るなよ。多めに見てねってこと。まともくんと同じ髪型にしてください。これが本当の神業。うまい。まともくんと同じ髪型にしてください。なんで心の中見えてんだ俺。ツッコめということだな。まともくんと同じ髪型にしてください。そうそう、自分のしたい髪型ってね、大体店員に伝わらないのよ。ここまでのズレはなかなかないだろ。まともくんと同じ髪型にしてください。待ってんだから早くしろよ。不安には思わないのかな、まともくん。まともくんと同じ髪型にしてください。この床屋一日で潰れるぞ。校長、本来の仕事に戻ってくれ。まともくんと同じ髪型にしてください。わざわざ俺の髪にしなくたっていいだろ。まともくん意識したでしょって絶対言われるよ。今回は以上です。みんなキレキレのツッコミありがとう。新しいお題はこちら。スペシャルハンバーガーお待たせいたしました。こちらのボケにツッコミを入れてください。皆さんの考えたツッコミを動画のコメント欄に書いてみてください。書いてもらったツッコミの一部を新しい動画で発表させていただきます。それではまた次回お会いしましょう。